明日天気になれ。はい、お疲れ様です。今回は不定期でお伝えしているポップ実例解説の動画です。僕のポップに関しての経歴はこんな感じになっております。このチャンネルではポップ作成マネーの動画たくさん上がってるんですけれども、本編とは別シリーズでお伝えしています。ただ本編も見ていただけるとより理解が深まりますので、ぜひ説明欄のリンクからご覧ください。今回は2つのポップを解説させていただきます。ご紹介するのは雑貨屋ナチュラルハイ旭川長山店のポップです。ナチュラルハイ長山店がどんなお店かっていうのは動画でも公開されているので、ぜひ見てみてください。では早速ポップを見ていきましょう。まずはこのポップです。ちょっとね、小さくて見にくいかなと思うんですけど、何かというとご飯のお供大集合っていうようなコーナーなんですよね。でこれは提案型コーナーっていう風に呼ばれるものです。単純にメーカー別で分けて陳列しているわけじゃなくて、おすすめをギュッと凝縮したような提案をされているコーナーです。それと対象になるのが品目別の陳列っていうことで、まあ、缶詰なら缶詰とか、ドレッシングならドレッシングだけみたいな感じで、スーパーとか量販店さんとかを想像していただけると品目別の陳列っていうのが想像できるかなと思います。で雑貨屋さんでは提案型のコーナーの方がより面白さが伝わるんじゃないかなと思います。ただ提案という言葉がついているだけに、普通に並べているだけだとその提案の要素が全然伝わらないんですよ。だからポップがすごく大事になってます。でまず最初の写真に戻りますが、これすっごくいっぱいポップがついてるんですよ。それをねちょっと一個ずつ紹介していきます。アップにして、まずはこれサバから明太っていう商品に関して、最後の方ですね、混ぜておにぎりにするのがおすすめっていう、この辺がねすごくいいと思います。続いては茹でたパスタにとろりとかけて食べるのがおすすめって書いてありますね。これはいいですよね。でこれも最後の方、和風パスタに使うのがおすすめ、これには冷ややっこのタレとして使うのがおすすめという風に書いてあります。これもいいですね。この店に対してはおにぎりに塗って焼きおにぎりにするのがおすすめっていう風に書いてあります。でこれらのポップの何がすごいかっていうと、実用例がちゃんと書いてあるんですよ。レシピって言ってしまってもいいかもしれません。こういう風に使うと美味しいですよとか、おすすめですよっていうことがちゃんと表現されてるんですよ。しかも一個一個、これは普通に品目ごとにただ並んでるだけだと絶対に伝わらないですし、それぞれの商品のパッケージ、まあ瓶ですね、見てもここまでの情報伝わってこないんですよ。なのでしっかりプラスアルファのお客様にとって有益な情報が表現されてるっていう風に捉えることができます。でこのポップで得られる効果っていろいろあります。例えば面白い店だと思ってくれるとか、教えてくれるお店だとか、専門的なお店だなっていう風にポップ1枚で思ってもらえるんですよ。今回は特に専門的なお店っていうところがすごく強いんじゃないかなと思います。あんだけいろんな実用例が書いてあると、ご飯のお供に関してはスペシャリストがいるお店っていう風にね伝わるんじゃないでしょうか。そういうポップがきちんと設置されてあるっていうのはめちゃめちゃ価値のあることで、これ前回もお伝えしているんですが、偏方性の法則っていうものがあります。どういうことかというと、何か教えてもらったりだとか、情報を与えてくれたお店には何かお返しをしなくちゃいけないっていう風に人は感じるもんなんですよ。その一例として、いやちょっと買ってみようかなっていう風にね思ってもらえるかもしれません。でもし買っていただいてちょっと美味しいなって思っていただけたとしたら、どうなるかというと、リピート率がめちゃめちゃ高い商品なんですね。このご飯のお供とかって美味しかったら繰り返し買っちゃいますよね。その1個の商品のファンになることによって、また来てくれるっていう風な、繰り返し来てくれるっていう風な来店動機にまでなっちゃうということなんですよ。あの小さいポップが複数枚あって、実例が書かれている、プラスアルファの付加価値がある情報が表現されているということで、リピーターを作れちゃうっていうような効果があるポップで、本当に素晴らしいポップです。続いてはこちらのコーナーですね。キッズの入浴剤だとかが並んでるコーナーです。ポップをアップにしてみると、お風呂場は遊び場っていう風なキャッチコピーがドーンって書かれてる。これがね、すごくいいと思います。商品はこんな感じで、お子様が遊んで楽しいよみたいな入浴剤が並んでるコーナーですね。ただこれって冷静に考えるとコスパあんまり良くないです。高いんですよ、割かし。冷静に考えると贅沢品っていう風に言える商品だと思います。ただ、このポップを見ることでそれがね、ガラッと覆っちゃうんですよ。なぜかというと、お父さんだったりお母さんがこのポップを見た瞬間に、買ったら訪れる楽しい未来っていうのを一瞬で想像できちゃうんですよね。つまりですね、思い出はプライスレスなわけですよ。なので全然高くないと感じてしまうわけです。コーナーにドーンってついてあるポップのキャッチコピーで瞬殺ができてしまっているっていう例ですね。これ素晴らしいですね。冒頭でもお伝えしましたが、ポップ作成マニュアルの動画はたくさん上がっていまして、これで29本目、かなりのボリュームになっております。ぜひですね、説明欄のリンクから見てみてください。かなり勉強になると思います。ということで今回はポップ実例解説の動画でした。よろしくお願いします。